ドッペルゲンガー。ドッペルゲンガーとは、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種で、自己増減死とも呼ばれる現象である。自分とそっくりの姿をした分身。第二の字が、精霊の類。同じ人物が、同時に、別の場所、複数の場合もあるに姿を表す現象を指すことも、ある、第三者が目撃するのも含む。超常現象時点などでは、 頂上現象の一つとして扱われる。と、同語源とは、二重、生き移し、コピーという意味を持ち、を、畜語分けすると、二重の歩くもの二重心となる。英語風に、ダブルということもあり、漢字では、また体と書くこともある。ドッペルゲンガー現象は、古くから、神話、伝説、迷信などで語られ、肉体から霊魂が分離。 実体化したものとされた。この二重心の出現は、その人物の死の前兆と信じられた。18世紀末から20世紀にかけて流行したゴシック小説作家たちにとって、死や災難の前兆であるドッペルゲンガーは、魅力的な題材であり、自己の罪悪感の投影として描かれることもあった。ドッペルゲンガーの特徴として、等が挙げられる、同じ人物が、 同時に複数の場所に姿を表す現象という意味の用語ではバイロケーションと重なるところがあるがバイロケーションの方は自分の意思でそれを行う能力というニュアンスが強いつまりドッペルゲンガーの方は本人の意思とは無関係に起きているというニュアンスを含んでいるアメリカ合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーン帝政ロシアのエカテリーが2世 日本の芥川龍之介などの著名人が自身のドッペルゲンガーを見たという記録も残されている。19世紀のフランス人のエミリー・サジェはドッペルゲンガーの実例として有名で同時に40人以上もの人々によってドッペルゲンガーが目撃されたと言われる。同様に本人が本人の分身に遭遇した例ではないが古代の哲学者ピタゴラスはある時の同じ日の 同じ時刻にイタリア半島のメタポンティオンとクロトンの領所で大勢の人々に目撃されたという。医学においては自分の姿を見る現象、症状はオータースカッピー、日本語で自己像原子と呼ばれる。自己像原子は純粋に視覚のみに現れる現象であり、大抵は短時間で消える。現れる自己像は自分の姿勢や動きを真似する共像であり、 独自のアイデンティティアイトは持たない。しかし、稀な例として、フォートスコピーと呼ばれる自身を真似ない自己像が見えたり、アイデンティティを持った自己像と相互交流する症例も報告されている。フォートスコピーとの交流は、有効的なものより敵対的なことの方が多い。例えば、スイス中立ヒ大学のピーター・ブルッカー博士などの研究によると、 脳の側頭葉と頭頂用の境界領域、側頭頭頂接合部に脳腫瘍ができた患者が自己増減子を見るケースが多いとい。この脳の領域はボディイメージを司ると考えられており、機能が損なわれると自己の肉体の認識上の感覚を失い、あたかも肉体とは別のもう一人の自分が存在するかのように錯覚するとがあると言われている。また、 自己増減死の症例のうちのかなりの数が統合失調症と関係している可能性があり患者は暗示に反応して自己増減死を経験することがある。しかし上述の仮説や解釈で説明のつくものとつかないものがある。第三者によって目撃されるドッペルゲンガー、例えば数十名によって繰り返し目撃されたエミリー、サジェなどの事例。 上述の脳の機能障害では説明できないケースである。文学の中のドッペルゲンガーで死に描かれたのはハインリヒハイネの奇境十三編の中の一編にかつて失恋体験した男性がある月の夜恋に苦悩している自分の分身影防止を見て島という内容のものがあり戦慄的な激しい心情が重々しく序章されている。シューベルトはこの ハイネの詩編に、影帽子、デア・ダブル・ギャンガーとタイトルをつけて作曲し、歌曲集、白鳥の歌、シュバナンギャザングの第十三曲にした。ドッペル・ゲンガーは主に三文作品、小説に多く見られ、ロマン派及び、それ以後の好みのテーマとして取り上げられた。E.T.A. ホフマンは、自分の胸像を失った男を、大晦日の夜の冒険、1815年で描いている。 定型の二重心、自分とそっくりの姿をした分身を見るの恐怖を描いたものとして、アルフレッドノイズ、アルフレッドノイズの短編、深夜特急がある。ハンス・ハインツ・エーベルス、ハンス・ハインツ・ユヤーズは、プラーグの大学生、1913年にて、自我分裂の悲劇としてのドッペルゲンガーを描いた。ドストエフスキーの、二重人格、分身とも翻訳される。 1846年や、ジュリアン・グリーン、ジュリアン・グリーンの地上の旅人、1927年、さらにハンス・ヘニー・アーンの鉛の夜1956年においては、分身として描かれる。ラファエル全パの画家であるダンテ・ゲーブリエル・ロセッティは、自己造元主として、神秘体験的な短編、手と魂、1850年を描いた。フロイトは、ビルヘルム・イエンセン、 ビルヘルム・ジェンセン作の自身ではなく他者のドッペルゲンガー幻想を抱く青年の物語グラディーバ1903年を取り上げて分析し w e n s e n s e n の小説グラディーバに見られる妄想と夢を記して自身の夢解釈理論を展開しているエドガー・アラン・ポーはドッペルゲンガーを主題にした怪奇誕ウィリアム・ウィルソン1839年を書きオスカー・ワイルドも 幻想文学的なドリアン・グレイの肖像、1890年をいた。芥川龍之介の短編、二つの手紙、1917年もドッペルゲンガーを扱っている。大学教師の佐々木慎一郎を名乗る男が、自身と妻のドッペルゲンガーを三度も目撃してしまい、その苦悩を語る警察署長宛ての二通の手紙が紹介される、という形式の短編である。 なお、芥川龍之介自身がドッペルゲンガーを経験していたらしいと指摘されることがある。芥川は、ある座談会の場で、ドッペルゲンガーの経験があるかと問われると、あります。私は二重人格は一度は低劇に、一度は銀座に現れましたと答え、錯覚か人違いではないかとの問いに対しては、そう言ってしまえば一番解決がつきやすいですがね。 なかなかそう言い切れないことがあるのですと述べたという。カジイモトジロも、新境小説、丁寧、1925年の終章において、夜の雪道で偶然に体感した、不思議なドッペルゲンガー現象を綴っている。カジイは、この実体験を主題にして発展させ、幻想的な、K の焦点、1926年を描いた。ドッペルゲンガーは、 サイエンスフィクションやファンタジー小説などにもよく登場する。そこでは、不埒な目的のために、特定の人や生き物になりすますシェープシフターとして描かれている。前述のように、日本におけるドッペルゲンガーの認知は、前近代の頃より離婚病の一つと見られてきたが、現代創作物においても、そうした認知が脈々と継承されており、特撮ドラマでいえば、 ウルトラ9代25話に登場するアクマッコリリーの話は肉体を離れ精神体が悪事をするという内容となっている。漫画で言えば地獄先生のら上の強固の話が例として挙げられる。これらは解釈に差異はあれど肉体と魂が分離した結果そのものの命が危機にさらされ最後に一体化してハッピーエンドとなる流れでこれらの話は 中国の東大電気集の中の遠くに離れた二人の娘の話で、右よ曲折の末、寝たきりとなった娘、こちらが肉体とされるが、遠くで暮らすもう一人の自分のお話を聞き、起き出して、最後に一体化して、ハッピーエンドとなるという、離婚した娘の話の類型である。冗談の項目、歴史と事例の北雄二のドッペルゲンガーの話は、杉浦雛子の漫画作品。 百物語上巻の、それの十六、影を見た男の話で取り上げられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。